皆さんこんにちは。今回はね、食べれば食べるほど痩せるというね、噂のチョコレートあげていきたいと思います。これは私最近食べてる、これなんとね、1日6個食べるとお腹がゆるゆるになって痩せるというね、これ裏に書いてるんでね、気をつけてくださいね。なんか食べ過ぎるとちょっとお腹ゆるくなりますよっていうことでね、中鎖脂肪酸が体脂肪を減らす、 BMI が高めの方に、ね、ちょっと何言ってるか分かりませんけどね、今回 G フレームのね、リックディアス上げていきたいと思います。1298円って書いてるのはね、これホビーゾーンさんでこう言って2個セットでね売ってるやつ買ってまいりましたね。話しておりますけどね、はい、このね、リック・ディアス、どうしてもね、私たちの世代ね、ガンダムファーストからゼータの世代、クワトロ・バジーナさんがね、タイがね、乗って、第1話にゼータガンダム出てきたね、イメージが強くて、すごくね、思い出深い、キットというか、機体ですね。まあ、サザビーと、何があるのかな、イージスちゃうわ。イージスちゃう、ジャスティスですね、はい、ジャスティス、リックディアスの黒、赤、サザビーなんですかね、はい、まあ売ってたみたいですね。私が行った時はサザビーとこれしかなかったので、まあこちらの方買ってきましたけどね、はい、まあいつも通りというかね、この G フレーム多分そんなに違いがないと思うんですね。フレームとアーマーセットになって、みんな大好き、ガムね、これがメインでございますね、食玩で、はい、こんな感じで、はい、ちょっと広げてみましょうかね、はい、ちゃんと並べてみました。こんな感じでね、はい、これちゃんと並べてるつもりなんですよ、はい、まあ、フレームの方も上げていきましょうか、はい、ちゃんと並べてるというのはあれは嘘だね、冗談の通じる人をね、はい、見てくださいね。なんかちょっとね、ネット私の周りでね、こうなんかそういう人あんまいないんであれですけど、ね、結構真面目な方多いんでね、こうふざけてやるとそんなしてていいんですかみたいな、たまに怒られるんですけどね。まあ私のこと思ってね、怒ってくれてるんでしょうけど、大丈夫ですよ、まあ、これで50年来てますんで大丈夫ですよ。ビチンとね、最近ね、こう、まぁ、ちょっと雑談ね、開けながら雑談させてもらうと、はい、ガム、はい、なんか、こう、真面目でないとダメですよ、つってね、ヒカキンさん、有名なね、ヒカキンさんもね、動画出されて、ちょっとおすすめで出たんで、ちょこっと見てみたんですよね、再生数いくには、イーストブラないとダメですよ、つってね、これ、あれ、フレームこんな難しいの、はい、作ってないですね。昔は作ってたんですけどね。自分で組むようになったんですね。これね、最近の。はい、真面目じゃないとダメですよ、つってね、はい。真面目に生きてますよ。そのね、警察に捕まるのはしておりませんのでね。真面目に生きておりますよ。はい、真面目に生きてるいい人ぶるっていうのは冗談言わないってことなんですかね。どうなんでしょうね。そこら辺も、大人の皆さんにちょっと問いたいところなんですけどね。冗談言わないのか言えないのかっていう話になりますけどね、冗談言えない人もいるんですね、性格的にね、まあ、自分が言っても滑るだけなんでとか言う方多いですね、私の周りでね、だから面白いこと言えませんよっていうね、はあ、別に面白いこと言わなくてもいいと思うね、自分が面白いと思ってればいいんじゃないですかね、はあ、こんな感じでランダーで入ってますね、今まで組み上がったものがね、こういう感じのこう胴体と手足がついたものがね入ってたんですよ。今回最新キットになって、なんか手が込んでるんですかね、はい、じゃあね、とりあえず組み立てていきましょうということなんですが、このフレームパーツだけ買うとね、背中のバインダーね、はい、と武器がついておりませんので、ね、両方買わないと、まあ、リックディアスとしては完成しないということなんでしょうね。はい、ではね、まあ、とりあえず組んでいきましょう。はい、完成しました。こんな感じでね、かっこよろしくなっておりますけどね。なんか、テールバインダーのね、
ここにポッチがあるの見えますか、ね、これがなんか腕のここについてね、はまる。これちょっと怖いんですけどね、撮るのね。もうなんかちょっと白なってるんでね、もうやめときますね。腕にはめたい方はここにはめる前にはめてくださいね。こんな感じで、はい、出来上がりました。クアトロバジーナ対専用リックってやつっぽいやつね。あ、まあ、の後でね、こうみんな赤くなっちゃったんでね。まあ最初の時だけね、はい。こんな感じで、はい、リックディアスね、はい、まあまあまあいいんじゃないですか。そしてびっくりしたのがね、説明書がついてませんということでね、この箱の上にこれちょっと斜めにしておきますね。読み込めないよね、はい、この QR コードがついてて、これを読み込んで、サイトで見てくださいねということで、G フレーム FA なんていうんですかね、まあ、正式名称ちょっと分かんないですよね。FA っていうのになってからちょっといろいろ変わってるみたいですね、はい。まあ、このフレームの組み立てもどんぐらいかな、10本ぐらいかな、ゆっくり組んで10本ぐらいで組めましたのでね、はい、ニッパーとこうパーツオープナーみたいなね、やつとあると組みやすいかもしれないですね。まあちょっとお子様向けというよりは精神年齢じゃない、対象年齢がおいくつ、15歳以上ね、15歳以上となっておりますのでね。15歳以上の方、お子様はね、15歳以上の方と一緒に、組み立てるといいかもしれませんね。はい、ちょっとね、まあまあ、でお値段もね、1298円ということでね、こんな感じになっておりますね。2個セットね、まあ、この状態にするのに1298円税込みというホビーゾーンさんでね言っておりましたね。まあ、こんな感じでいいんじゃないですかね、はい。ちょっとね、HD と比べてみましょう。 HD と比べるというかね、 HD これいくらだったかな。これも一緒ぐらいの値段だと思うんですけどね。これはガンダムベース福岡で、お会社時に、購入させていただきました HG のリバイブガンダムのリアルタイプカラーですね、はい、似たような値段だったような気がします。はい、な感じでね。なので、まあ、本格的に、プラモデル組みたい方はこういう HG とか MG とか組まれて、ちょっとお手軽にね、組みたいなっていう方はね、G フレーム FA などでね遊ばれてみてはいかがでしょうかということなんですが、はい、今回ね、まあ G フレームね、これご紹介なんですけどね、これからまああのまあ、いろんな YouTube をやられてるね、クリエイターの方はいますけども、私の方で、こういうね、商品紹介すると、なぜか怒られるということね、現象が多いのでね、なぜかわかんないですけどね、まあ、ちょいちょい挟みながらね、やっていこうかと思っております。まあ、こういうの挟むときはね、今日、2020年7月16日、の動画見ていただくと分かると思うんですけどね、もう一つラジコン動画出しております。こんな感じでね、このメインチャンネル大金モデルスの方でね、ラジコン動画の新製品情報とかそういう感じじゃなくて、まあ、ただ走りましたよみたいな動画を出すアップするときはなるべくね、こんな感じで1日2本アップしていこうと思っておりますので、はい、なぜ語尾強くしてるかは考えてください。はい、お付き合い願えたらなと思います。はい、まあまあかっこいいんじゃないですかね。リクデアス好きの方はねいいと思います。ただリクデアスも HG リニューアルされて出てるはずなんでね、いろんな
媒体というかね、いろんな種類で、ガンプラと言っていいんでしょうね。これもねプラモデルっぽいんでね、ガンプラ楽しまれてみてはいかがでしょうかと。はい、最後にチーカーちゃんでも、はい、紹介していきましょうか。はい、チーカーちゃん流行りね、はいはい、ウサギね、人のお菓子を取るウサギ、よくちーちゃん、ちーかちゃんがお菓子取られてるふん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 言ってますけどねあんな感じでね、はい、これも深い意味があるんですよ搾取するバンダイ、そして私たちユーザーみたいなねはい、それではこの動画面白いと思いましたらグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしければね、もう一つのチャンネル、たい焼き食べたい RC ラジコン動画というね、基本ラジコンの動画をアップしていこうと思っておりますので、そちらの方も応援いただけると嬉しいです。それではさよなら。